はい、今回もサイバーパンク2077をプレイしていきます。前回クレアの復讐に協力することになって、レース中にサンプソンの車を執拗に攻撃してついに追い詰めたところだったね。で、なんかサンプソンが変なところにハマっちゃったんだよな。せっかくダッシャーをぶつけまくってるけど、どうにか進行してくれないものか。ここは一丁勢いをつけて車をぶつけてみるか。バックします。嵐操作不能になった。クエストが進行したぞ。サンプソンの車がずっと消えたね。炎上しておる。本来の世界線ではそこで事故る予定だったんだが。サンプソン、調子はどう？クレア、頼む、よせ、私は何も。命乞いしても無駄よ、クズめ。おい、頼む、こいつを止めてくれ。クレア、お願いだ。待て、聞け、私はディーンを殺していない。うるさい、黙れ。あいつは自分で勝手に死んだんだよ。もう諦めるんだね。ほう、まあ待てて、クレアさん、言い分を聞こう。命が惜しくてデタラメを言ってるのよ。頼む、こいつを止めてくれ。私は殺してないんだ。黙れって言ったのが聞こえなかった？待ってクレア、そいつの話を聞きたい。聞いてどうするのよ。サンプソン、話して。ディーンはゴール直前で私を抜こうとして、そこで制御を失ったんだ。ぶつかってきたからでしょ。だとしてもルール違反じゃない、そういうレースだろう。まあ一理ある。実際どうなんすか？クレア、どうなのよ。サンプソンの言ってることは本当なの？そんなのどうでもいい。ディーンを殺した報いを受けさせるのよ。なんでだ。お前だって散々殺してるだろ。クレア、ディーンの件は事故だったのよ。彼を愛してる、命よりも大切な存在だったの。なのにこのままこいつを見逃せっていうの、嘘でしょ。うむ、どちらの言い分もわかる。ならクレアさんがすっきりするならいいんじゃないかな。死んでもらうよ、夫の仇。な、よせ。ディーンはお前が思うような成人じゃ。あっけないものよ。あそこでクレアを止めてれば展開は変わったのかな。かもな。まあでもサンプソンの命はほんとどうでもいいので、助ける義理もないかな。血も涙もないな。もう行きましょう。あ、レースには戻らずこのまま帰るんだ。まあそりゃそうか、ちょっと残念。サンプソンの車をいじめてる間にもうみんなゴールしてるよ、多分。終わったのね。リーンはどんな人だった？二度寝が好きだった。記憶がどんどん薄れてくる。それが怖くてしょうがない。彼を思う気持ちはきっと忘れないはずよ。そうね。大丈夫クレア？え、どうして？落ち込んでないの？全然。正直何も感じないの。ねえ、いつかまたチームを組まない？二人でレースに出るの？遠慮しとく。レースはもう二度とやらないつもり。二度と？ええ、ディーンとじゃなきゃやる意味がないから。あなたと出たのはあくまで復讐のためよ。あら、会話がこれで終わりか。気まずいな。これ以降はガレージに戻るまでお互い無言でした。あげる。え、あんたの車でしょ？いいえ、これは私とディーンの車よ。だけど彼はもういないから。じゃあね、ディーン。あとコーナリングの練習をしといた方がいいよ。うるさいわ、コーナリングしづらいねんこのゲーム。近々適用されるバージョン 1.2 では車のハンドリング周りが改善されるよ。車がハマった時も抜け出しやすくなるみたいだな。いいことだ。
さて、ビーストもらっちゃったな。いつもバイク派だったけど、たまにはこういうごつい車も使ってみれば。そうだな、適当に乗り回すか。犯罪者発見。はい、ドン。えぐい吹っ飛び方してる。いや、こういうのはバイクじゃやりづらいことだよな。こういう車に乗った時は引くに借りるな。で、ちょっと動画時間が余っちゃったけど、どうしようか。一丁あれ行くか。めっちゃ喋る自販機くん。そんなわけでやってきました、自販機スポット。尺の調整に役立ってくれ。聞いてよ、またなの。よりを戻したばかりなのに。もう私の電話を避けてる。彼捨てられるのが怖いから、いつも先手を打つのよ。なのに関係を修復しようと躍起になるのは私ばっかり。バカみたい。あなたはバカなんかじゃありませんよ、セオ様。あなたは愛情と寛容な心であふれている。でも自身を犠牲にしていませんか。もう行かないと。愚痴を聞いてくれてありがとう。ドナルド・ランディだってアイスクリームを焼け食いしたり、ティッシュを3箱使い切ったりする時があるはずですよ。ブレンダンたら、あなたって本当に優しい人。じゃあね。かなりまともに愚痴を聞いてあげてたんだな。やるじゃんブレンダン。割と人間に寄り添った励まし方だったね。さっき話してた子は？ああ、セオ様ですか。僕の大親友ですよ。セオ様は優しくて可愛くてとても繊細なんですよ。彼女と話すのは大好きです。少なくともキャラメルラテをひねり出すよりはずっとね。なんていうか、あんたって人を外見や雰囲気だけで判断しそうなタイプには見えないけど。そんなことはありません。人を分析できなければダーリン・デアリーとディアンチェのどちらをおすすめしたらいいかわからないでしょ。あんたはお客のより好みもすればジョークも思いつく。ひょっとしたら感情があるんじゃない？ちょっとやめてください。顔が赤らんでしまう。オーバーヒートして回路がダメになってしまいます。そうなると困るんです。でしょうね。じゃあねブレンダン。ふむ、また時間を置いて訪れろってことか。しかしブレンダンと親密になればなるほど先の展開が心配になるな。人とロボットの交流、悲劇で終わりがち問題。まだ時間に余裕があるな。よし、時間スキップしてもう一回自販機イベントを進めるか。おい、元気にしとるかいブレンダン君。な、何してるんですか。自分の外見には十分満足しているんです。失礼な。やめてください。やめないとどうすんだ。お茶でもお入れしましょうか。グルービーグリーンはどうです。チンピラに絡まれてる。やめとけって。耳はついてるの。やめろって丁寧に頼んでるじゃない。落ち着けよ。ただのスキズムじゃないか。放っておいてください。お母様を構われた方が良いのでは。ヘレンはとても心配していますよ。はあ、どうしてお袋のことを知ってる男？直接は知りませんが、母親がたまにコーヒーを買いに来るんです。僕が聞き上手だから話が止まらないと。お袋に何を吹き込みやがった。ボコボコにしてやる。落ち着いてよ。別にあんたの母親を取って食おうってことじゃない。お前に何がわかる。こいつはスキズムだ。お袋のデータを集めて何か企んでるに違いない。ただ記憶してるだけよ。あ、ハッキングはできるな。いざという時は気絶させるだけにしとこう。ないでしょ。そうやって俺を丸め込むつもりか。わかったぞ。このポンコツは企業のために俺の情報を集めてるんだ。お前もコーポの手先だな。だからかばってんだろ。雇い主を言え。うわ、マジで敵対するとは。カイロショートで気絶してくれ。何、カイロショート一脚で倒れないとは頑丈だなこいつ。まあカイロショートには持続ダメージもあるから隠れてれば倒せるね。怖かった。ひどい落書きをされるかと思いました。セクハラです。僕をここまで気遣ってくださるとは。もう親友ですね。 B 様には大幅に値引きして差し上げましょう。ありがとうブレンダン。当然のことです。あなたはとても強いのに同時にお優しくもあるんですね。誰にでもじゃないけど。
僕は意地悪したくてもできないんです。あなたのような、え、どういうことだ。言って、え、何。急に大ダメージを食らったぞ。ブレンダンに攻撃された。突然、謎の電気ダメージを食らったね。敵対してる相手は周りにいないはずなのに。電気ショックをしたのはブレンダンじゃあるまいな。おうおう、なんか不穏なことも言ってるしよ。生きている。システムのバグみたいに。それか、優秀なネットランナーが仕込んだデーモンのように。デーモンには何ができるかご存知ですよね、B 様。どうもブレンダンが攻撃したわけじゃないみたいだな。なんで知ってるんで。どうして、そのことを。驚きました。ここにはいろんな人が訪れるので、話を聞いて内容を学ぶんです。前に何度かあなたの名前を耳にしたので、パズルをつなぎ合わせてみました。SCSM にしてはやるでしょ？なるほど。とにかく、また今度ね、ブレンダン。これは、SCSM はすごいっていうより、B の情報がダダ漏れすぎているのでは？まあガバガバレリク窃盗計画だったし。しかし、あれだな、確かに、チンピラが不安になることにも一理あるな。ブレンダンがいいやつ、いい自販機だったとしても、あんだけの情報を集められちゃってたら、企業がデータを上位者権限で抜き取って、いろいろできそうだもんな。本人、本 AI が、どれだけいいやつでも、自販機は自販機だからね。といったところで、今回はこのあたりで、お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。